高市早苗氏が胸に秘めてきた深い苦悩を公にしました。その内容をご存知ですか？今回の動画では自民党内の激しい派閥対立や選挙の行方について深く掘り下げていきます。高市氏は自民党内部での不安や圧力にどう立ち向かっているのか、彼女の視点から明らかにされましたが、その背景には単なる政治的な駆け引きでは語れない党内の深刻な亀裂があります。彼女の政策を支持する層は彼女に強い期待を抱いていますが、果たしてこの党内構想の中で彼女のビジョンは実現されるのでしょうか？さらに自公連立が過半数を割る可能性がささやかれる中、他党との連携がどれほど現実的な選択肢なのかも検証していきます。特に注目すべきは急速に支持を拡大している日本保守党との関係です。この党が今後の日本政治にどのような影響を与えるのか、そして自民党との連携は日本の未来にとってポジティブなものとなるのでしょうか。また選挙直前に広がる自民党支持者たちの苦悩も見逃せません。党内の派閥構想や候補者選びに迷い、どこに票を投じるべきか悩む有権者たちが抱える不安と混乱は今後の選挙結果にどう影響するのか、視聴者の皆さんにもこの複雑な選挙戦の裏側をしっかりと考えていただけるよう鋭い視点から解説していきます。それでは高市早苗氏が抱える自民党内部の危機感についてお話しします。高市氏が抱える感情は日本の政治情勢を揺るがす自民党内の対立が根本にあります。最近彼女は自身の苦しい胸の内を SNS で明かし、多くの人々を驚かせました。その発信には自民党内の勢力争いによって党が揺らぎ、支持者たちが困惑し、意見が分裂している様子が表現されていました。彼女の発信は単なる感情の吐露にとどまらず、党内のリーダーシック不足と政策の不一致がどれほど自民党を弱体化させているかを物語っています。この背景には自民党内の古い派閥政治が大きな影響を及ぼしています。高市氏のメッセージは総裁選で他の候補者を支持していた議員たちが今の選挙戦で苦境に立たされているという事実に触れ、彼らに対しての怒りが現れているのです。特に高市氏を支持している層からは他の候補者に票を入れた議員に対する強い不信感が広がっており、なぜ高市氏ではなくこれほどまでに力量の差がある候補者を選んだのかとの声が多く上がっています。これにより有権者たちは党への忠誠心よりも自らの信念に基づいて投票を行おうとする傾向が強まっています。さらに彼女の投稿には石破茂氏や菅義偉前総理との対立も読み取れます。石破氏の派閥や彼を支持する議員たちは高市氏とは政策的にも方向性が大きく異なり、特に経済政策や外交方針での違いが顕著です。高市氏の考えは強固な保守的な立場に基づき、国家の安全保障や国際社会での地位向上を重視する一方で、石破派や菅氏の支持者たちはより穏健で柔軟なアプローチを取ろうとしています。この政策の食い違いは今後の選挙結果に大きな影響を与えかねない要素の一つです。高市氏は自民党の中で独自の立場を築きつつありますが、彼女を取り巻く状況は決して楽観視できるものではありません。彼女を支持する候補者たちは党内で孤立するリスクを抱えており、派閥争いの中で自分たちの立場を守ることが難しくなっています。特に高市氏に忠実な候補者が少ない現状では、彼女がどれほど国民の支持を集めていたとしても党内の動向次第でその影響力は制限されてしまう可能性があります。また自民党内の派閥構想が激化する中、彼女を支援していた一部の議員が次第に石破派や菅氏の陣営に流れていく動きが見られています。これに対して高市氏は一貫して自分の立場を守り続けていますが、その姿勢が逆に党内で孤立を深めてしまうリスクもあります。彼女の支持者たちはこうした動きを警戒し、彼女がこれ以上党内で圧力を受けることのないよう強力な支持を表明しています。一方で彼女の発信に対しては党内外から賛否両論が巻き起こっています。彼女の言葉に共感する者もいれば、
派閥の対立を煽るだけだと批判する声もあります。特に石破派や菅氏の支持者たちは彼女が党の結束を乱す存在であるとみなしており、彼女の行動が自民党の分裂を助長していると非難しています。このような批判は今後の選挙戦や自民党内のパワーバランスに大きな影響を与えるでしょう。高市氏にとって自民党内での支持を広げることが今後の大きな課題となりますが、彼女の強いリーダーシップと信念に基づいた行動は国民から高く評価されています。彼女の姿勢は他の候補者や派閥に妥協することなく常に自分の主張を貫いてきた結果であり、その真の強さは支持者たちに希望を与えています。彼女が持つ信念と情熱は多くの日本国民にとって強いリーダーシップの象徴であり、自民党内部での軋轢が続く中でも彼女を信じ支える人々が存在します。しかしながらその道は決して平坦ではなく、党内の対立や派閥争いに翻弄されながらも彼女がどのようにして自らの立場を守り抜くのかが今後の政治情勢を左右する鍵となるでしょう。次は自民党内の派閥対立とその影響についてです。自民党内での派閥抗争は政治の歴史において常に存在してきた問題ですが、最近の選挙戦ではその対立がより一層表面化し深刻な状況になりつつあります。特に石破茂氏や菅義偉前総理を中心とする勢力と高市早苗氏を支持する勢力との間で政策や党運営の方針をめぐっての対立が目立っています。派閥の影響力が強まる中で党内の結束が揺らぎ、これが国政にどのような影響を及ぼすのか非常に注目されています。石破派や菅派が掲げる政策は安定と穏健な外交方針を重視するものです。しかしこれらの政策が必ずしも党内の全員に受け入れられているわけではありません。特に高市氏を支持する保守派からは石破氏や菅氏の路線は国家の安全保障や国際社会での日本の立ち位置を弱めるのではないかとの懸念が強まっています。この懸念は石破派が掲げる対話重視の外交方針に対する不満に根ざしており、強硬な防衛政策や国益を守るための毅然とした姿勢を求める声が高まっています。高市氏は自民党内の保守派を代表する存在として強力なリーダーシップを発揮しています。彼女の支持者たちは石破氏や菅氏が主導する党運営に対して彼らは党内での権力争いを優先し国益を損なう恐れがあるとして批判的です。特に石破派が強調する党内の調和は一見すると重要な要素に見えるかもしれませんが、実際にはこれが高市氏を支持する勢力にとって党内での自由な発言や政策提案を抑制する要因になっているのです。党内の派閥対立が激化する中、特に注目されているのはこれが国政に及ぼす影響です。自民党内の派閥が対立するたびに政策決定が遅れ、重要な法案の審議が滞ることは国民にとって非常にネガティブな要素となります。特に外交や防衛に関する重要な課題については迅速かつ的確な判断が求められる場面が多く、党内の足並みが揃わないことで日本の国益が損なわれる可能性があります。石破派や菅派が掲げる政策が国際社会での日本の存在感を低下させるのではないかという懸念はここにあります。また党内の派閥争いがもたらすもう一つの問題は有権者に与える悪影響です。派閥同士が互いに足を引っ張り合う構図が続くと有権者の信頼は次第に失われていきます。特に石破氏や菅氏が主導する派閥に対する批判が高まる中、これが選挙戦にどのように影響するかは非常に興味深い点です。高市氏を支持する層からは党内の派閥抗争に巻き込まれることなく彼女の政策を実行してほしいという強い期待が寄せられていますが、現実には派閥間の対立が彼女の手足を縛っているという状況です。高市氏のリーダーシップはこうした厳しい環境の中でも一貫しており、彼女の主張は決して揺らぐことはありません。石破氏や菅氏が党内での影響力を強める中でも彼女は自分の信念に基づいた政策を提案し続けています。特に
国家の防衛や経済の強化に関する彼女の政策は多くの国民から高く評価されています。しかし党内の派閥争いが激化することで彼女の政策が十分に実現されない可能性があるという懸念も根強くあります。さらに石破派や菅派が党内で主導権を握り続けることで自民党の一部は変革を求める声を抑えようとしているようにも見えます。高市氏の存在が保守的な価値観や国益を守るための象徴的な存在であるにもかかわらず、彼女が直面する党内の圧力は非常に大きなものです。彼女の支持者たちはこの状況を自民党の内部分裂と捉えており、高市氏がこの逆風の中でどのようにして自らの政策を実現するかが今後の注目点です。総じて派閥間の対立は自民党全体の結束を弱体化させ、日本の政治にネガティブな影響を与え続けています。この状況下で高市氏がどれだけの支持を集め党内外での影響力を維持できるかは今後の日本政治において非常に重要な要素となるでしょう。次は自公連立政権が過半数を割った場合の日本保守党との連携の可能性についてです。日本保守党は近年急速に存在感を強めている政党の一つです。彼らは国民の間で支持を拡大し、特に保守的な有権者層に強く訴えかけています。日本保守党の魅力はその明確な政策ビジョンと一貫した保守主義に基づく姿勢にあります。自民党との連携が模索される中、日本保守党が果たす役割は今後ますます重要なものとなるでしょう。日本保守党の主張は特に外交と防衛に関する政策において非常に強固な立場をとっています。彼らは国際社会における日本の地位向上を目指し、国防の強化と自主的な安全保障の確立を主張しています。自公連立が過半数を割った場合、このような政策方針を共有する日本保守党との連携は政権の安定を図るための重要なステップとなり得ます。彼らの政策は特に高市早苗氏が強調する国家安全保障の観点とも合致しており、強力なパートナーシップを築く可能性が高いのです。また日本保守党の魅力は単なる保守的な価値観の維持にとどまらず、現代日本の課題に対して具体的な解決策を提示している点にあります。経済政策においても彼らは市場原理を重視しつつ、国民の生活を守るための社会的セーフティネットの強化を訴えています。これは経済格差の拡大を懸念する多くの国民から高い支持を受けており、特に地方の支持者層の間で大きな共感を呼んでいます。日本保守党が自公連立政権に加わることで、このような政策がより具体的に実現される可能性が高まるでしょう。日本保守党の存在は他の小政党とは一線を画しています。彼らは単なる野党ではなく、国益を第一に考えた行動を取ることを明確にしています。特にこれまでの野党勢力が取ってきた反対一辺倒の姿勢とは異なり、建設的な提案を行いながら現実的な解決策を模索している点が評価されています。こうした姿勢は政権維持を目指す自公連立にとっても魅力的な要素であり、日本保守党との連携が政治的な安定をもたらすと考えられています。さらに日本保守党は党内にしっかりとしたリーダーシップを持ち、党全体が一致団結している点も大きな強みです。党内での政策調整や意見の衝突が少なく、迅速な意思決定が可能であることから政策の実行力に優れていると言えます。これに対し自民党は現在派閥構想や内部対立が深刻化しており、迅速な政策実行が難しい状況にあります。この点で日本保守党の存在は自民党にとって非常に頼もしいパートナーとなるでしょう。高市早苗氏もまた日本保守党と同様の保守的な価値観を共有しており、彼女自身の政策が実現されるためには日本保守党の協力が欠かせない存在となるかもしれません。特に防衛や外交といった国家の重要な課題に対して共通のビジョンを持つ両者の協力は政権の安定化に大きく貢献する可能性があります。自公連立が過半数を割った場合でも日本保守党の力を借りることで
より強固な政権運営が可能になるでしょう。日本保守党との連携がもたらす可能性は単に議席数の補填にとどまりません。彼らの政策と姿勢は国民の間でも一定の支持を得ており、今後の政治において重要な役割を果たすことが期待されています。特に自民党が内部分裂や派閥構想に苦しむ中で、日本保守党のような明確なビジョンと一貫した行動をとる政党の存在は国政に安定と方向性をもたらす可能性があります。このように日本保守党との連携は単なる政権維持のための手段ではなく、日本の未来に向けた重要なパートナーシップとなる可能性を秘めています。彼らの政策と価値観が今後の日本の政治にどのような影響を与えるか、その動向に注目が集まっています。最後に自民党支持者と高市早苗支持者の選択についてです。選挙戦が進む中、自民党支持者と高市早苗支持者の間でどの候補者に票を投じるかという選択が大きな悩みの種となっています。特に高市氏を支持する層からは彼女の政策やビジョンを評価しつつも、自民党全体の動向に対する強い不安が広がっているのです。これは単なる党派的な問題にとどまらず、現実的な政治的選択を迫られている有権者たちが抱える苦悩を反映しています。一方で高市氏は自民党内で非常に高い支持を得ていますが、その支持は必ずしも全党内に広がっているわけではありません。彼女を強く支持する層は主に保守的な政策を重視するグループに限られており、党内の一部では彼女の強硬な政策に対して懸念を抱く声も上がっています。これが選挙戦において自民党内の支持が分裂する原因となりかねない状況を生んています。高市氏を支持する層は主に防衛や外交、経済の安定を重視する国民であり、彼女の強力なリーダーシップに期待を寄せています。しかし彼女が直面している最大の問題は、自民党内の派閥構想や内部対立が彼女の政策実行を妨げる可能性があることです。選挙戦においては党全体の方針と彼女の個別の政策が衝突する場面もあり、これが自民党支持者の間での混乱を招いています。特に高市氏を強く支持する層は他の候補者や派閥に対して不信感を抱いており、石破茂氏や菅義偉前総理といった政治家が主導する候補者には票を投じたくないという声が強まっています。これにより選挙戦における自民党支持者の選択肢が限られ、彼らが抱えるフラストレーションが一層増大しています。さらにこの選挙では従来の保守層が自民党から離れて他党に流れる可能性も浮上しています。これは自民党内での派閥構想や特定の候補者が強く支持される一方で、党全体としての政策方針が曖昧になっていることが原因です。高市氏の政策は明確であり、多くの有権者から支持されていますが、自民党全体が同じ方向を向いていないため、有権者の混乱を招いているのです。こうした状況下では、特に選挙直前において自民党支持者はどの候補者に票を入れるべきかを慎重に検討せざるを得ません。高市氏の政策を支持する有権者であっても、党全体の動向に不安を感じる層が多く、これが選挙結果に大きな影響を与える可能性があります。彼らにとって、高市氏を支持しながらも、党内の混乱に巻き込まれるリスクを避けたいという思いが強くなっているのです。一方で、彼女を支持する層は、石破氏や菅氏を中心とした勢力に対して強い反感を抱いています。これらの政治家は党内での影響力を保持するために様々な手を尽くしていますが、それが逆に有権者からの支持を失わせている面もあります。高市氏支持者にとって、こうした勢力が自民党内で力を持ち続ける限り